なんやかや夜景がすごい。わーすごーい。すごーい。いやーこれすごいよねー。これどこで撮ってたの？あの博物館の上？博物館ってこと？撮ってるじゃない？うん。上か上違うからね。ここは基本的に山奥だからね。だから景色はすごい。90年代あたりはまた国内観光客メインですね、ここら辺。そして2000年に入ったら急にね、海外の観光客が増えるようになった。その原因はとある映画がなんやかやで協力した。うん、それは何の映画ですか？これは私は言わない方がいいかもな。じゃあ、ももちはわかる。あ、知ってるってこと？これはね、全員知ってます。だよね、月川さん。ハーフ、大体日本人は大体知ってると思う。日本人は全員知ってます。え？全員知ってる。絶対知ってる。でも海外の映画でしょ、多分。アニメですか？日本の映画ですね。日本の映画ですね。日本の映画？日本の映画全員、日本人は全員知ってるし、海外の人も全員知ってると思う。確かに。え、待って待って。え、そんな？ヒントいる？え、待って。ちょっと待って。ちょっとだけヒントください。わかっちゃった。わかっちゃった。え、なんだ？え、ヒントは？ヒントは、ヒントは、まあ、これも難しいと思う。ヒントはこれ。あー、ぽいね。ぽいです。難しいと思うだが、だいたいこれのせいで。だいたいこれのせいでバツちゃった。まあでも、雰囲気ね。雰囲気っぽいよね、みたいな感じですね。え、ちょっと待って、その映画は何、アニメなの？アニメですね。あー、激有名アニメ。もうちょっと超有名アニメ。もうちょっと人いる。あー、ちょっと待って。あ、気づいた気づいた気づいた。あ、今出ちゃった。ジブリ系か。ちなみにだと、だいたいこれのせいです。ああ、そうね、そうね。だいたいこれとこれがね、有名だよね。なんやかやで、左のこれは右のこれは雰囲気が似てる。せーのでいく？せーのって。新しい。せーのでいっちゃいい。じゃあ、月川さん、お願いします。じゃあ、せーの。千と千尋の神隠し。はい、そうですね。うん、宮崎駿監督の千と千尋の神隠しで大ヒットして、そしてダイヤカイヤで左のこの店ね、このアーメンというところね、なぜか雰囲気がこの千と千尋の湯婆婆の湯屋と似ていて、なんかなんやかやでここは、取材の元になっていると、選定されて、結局オーバーズで、海外と、特にね、日本の観光客はよくここに来れるようになった。でも実際ですね、10年ほど前、台湾のテレビはね、宮崎監督に取材して、で、そして監督は言ったね、あ、自分はいつも周りのことをテーマにしてるんだから、だからここは取材元じゃないよ。つか宮崎監督は台湾に来たことあるかとか全然謎、もしかしたら全然来たことないかも。本当に似てるだけなんだ。似てるだけ、可能性もある。本当に似てるだけだけど、なんやかんやで台湾の旅行案内とかで、ここは、千と千尋の取材地とか、ここのオーナーもね、だって、あ、宮崎監督はここ大好きだよとか、言い出します。本当か。そんや、なんやかや、ここはなぜか、みんなが、そう、この、これの元になっていると勘違いされた。ここ一応日本の、宿屋ですよ。
ちゃんと大元は日本の雇いや。うん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 。台湾と関係ない。ねえ。でも、似てるよね。作りの感じとかがね。作りの感じとか、あとライトとか。うん。雰囲気はちょこっとちょっと似てるので。うんうんうん。で、それのおかげで、あと一部の嘘のおかげで、ここら辺はバツで観光地になった。そう、大人気。むしろ台湾の方がなぜだか、日本のより有名になってるね。うん、みんなここがロケ地みたいな感じになってる。私が行った時も日本人の人ばっかりだった。日本人の人必ず行くらしい9分。必ず行く。必ず行くらしい。台北地域基本コースどうなっている。ね、そうだよね。基本コースだよね、ここはね。というわけで、じゃあ、実際どんな場所なのか行ってみようか。おい。よしと、せっかくだからね、あのクソ長い階段から始めようか。あ、いいねー。いいですねー。山奥だからね、下の山道を登って、ここ。で、ここ、九府の白昼所、おまわりさんがここにいて、とりあえず、ま、スタート地点はだいたいここで、はい。ここ、クソ長い階段がある。行きましょう。すごい登山コース登山ですね、まあ、途中でね帰ったの隣なぜかこういう売店うんうんうんとかもあって、まあ、民家もあってねすごい謎だっぴなんやかやってちょっとやばいなやばいあやばいなんやかやってそれ監督の関係でそういう系のもの監督の関係監督の関係そしてお登れたいいですね登った先がねはいさっきのね、なんか湯婆婆のところに似たような、見つかないようなところ、来ちゃった。ここ、行ったことある。こういう、なぜか、こういう、昔の、ちょっと日本式雰囲気の建物と、台湾的な建物、うんうんうん、近代の昭和的なマンションとかも、うんうんうん、へぇー。かけてる。映っちゃいけないやつ映っちゃいけないよ映っちゃいけないよ あまり深く追求しないことにしようはい、そしてずっと上に登ってから終点はここ小学校こう山の上に小学校そう、山の真上が小学校小学校パートナー小学校だなだからここの現地の小学生たちは結構しんどいですね大変ここ毎日売店も民家だから現地元は小学生だいたいここすごいこんな長い階段で毎日学校のために登ってるもう学校に来たら倒れちゃうよ卒業した際には足が脚力がすごそうだね、ね、やばいね車とかバイクも来れるだけどでもふくらはぎの筋肉がやばそうやばそうもりもり9分出身の方いらっしゃいますかじゃあこれ登んのそうすごい